さあ皆さんおはようございます。今回は夏休みの大阪お出かけの2日になります。はるくんがねまだね寝てます今みんな学校行ってる？行ってない。今日は休みです。誰か本見てる？いや今日は行ってない。昨日は？そろそろ起きて行くよ。今日の目的地である陸の区のコリアンタウンに到着しました。実はね、私ね、ここ来るの初めてなんですよね。はい、ちょっとね、今回楽しみで、いろいろね、回ってみたいと思います。うわ、なんかすごいな。あ、これか、これやな。これ何のプリンなの？ジュージュープリン。まるでマヨネーズやけど。あ、食べるの？マジか。どう？おいしい、プリン。プリンな。プリンや。そう。プリンの味。プリンや。もういらんな、これいらんもん。美味しい美味しい。シルク姉さんや、シルク姉さん。いやすごいね、10枚400円だって。これ安いんか高いんかよう分からんけど。パパ見て、買ったの？いやしかしね、すごいですね。初めて来たんですけどね、こんなにバーっとお店が続いてるとは思えへんかったな。結構大きいんやね。ほらこれや、ほらすごい、夏休み限定。コースを選べるの？はい、どうぞ選んでください。このヤンニョムこっちは辛くないので、ね、やっぱヤンニョムか、まあ、ホタテバーベキュー、まあ、ハニーマスタードマヨ、こっちはチーズパウダーとかもですか？バーベキューと、はい、はい、美味しそう。はい、ありがとう。しこう。これヤンニョム？あ、結構あるね。お、たっちゃん食べてる。そう、美味しい。辛い。うまっ。100円やからな、なんせ。100円やでこれ。いや、しかし店めっちゃ重いな。ちょっとびっくりやな。すごいね、こんな大きいねんな。ライトマート4階観光カフェって、これ何なん、これは。すげえ、ターミネーターや。キムチ持ってる？うさあ、反対側までね、来ました。
結構長いね道のり、1キロぐらいはあるよね、よりね。さあ今日のねお昼ご飯はこちらでいただこうと思います。なんとねサムギョプサル定食500円だそうです。注文する。注文するやん、まるちゃん。なんか携帯でね注文するみたいですね。さあこれで OK。 ねサムギョプサル定食これ500円、まあ、ハーフらしいですけど、これをね注文してみました。すごいめちゃめちゃ美味しそうやん、まあ、春の好きなキムチ。これがサムギョプサル4人前でございます。どうですか、美味しいですか。あの昨日のね金龍ラーメンのニンニクが残ってるからね、もしよかったニンニク。それ食べてるって言え。さあ来ました、これがねサムギョプサル定食。なんと1人で500円ですよ。これもう大根焼けてました、はい、よし、じゃあ食べよう。あさあこれで、おーすごい、そう、じゃあごま油をつけていただいてみましょうか。いただきます。うん、うまい、うん、今美味しそう食べるね、美味しい、うん、これで、え？あれで、これで、うん、うまい、うん。めちゃくちゃうまいな。うん。まだ食べてないからやっと食べる。そうやな。食べた？あ、食べました。ごちそうさまでした。美味しかったです。なんと4人でね、500円の4人分やから2000円と消費税で2200円、めっちゃリーズナブルでいただきました。しかもめっちゃ美味しかった。めっちゃ腹いっぱいな。ハーフやねんけどね、ハーフサイズだけどなんか腹いっぱいな。よし、じゃあ出ましょうか。ごちそうさまでした。美味しかった。よし行こう。